今日はとん平焼きを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日ですね、とん平焼きを作っていきたいと思います。以前私のチャンネルでも何回かご紹介してるんですが、今回はですね、電子レンジだけで簡単に作れるレシピをご紹介していきます。さらにですね、簡単なアレンジバージョンも一つご紹介していきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにプレーンタイプの材料からご紹介していきます。材料はこちらです。卵、豚バラの薄切り肉、キャベツ、塩コショウ、こちらの材料を使って作っていきます。材料はね、とてもシンプルで、もうキャベツと豚肉だけね、中に入れていきます。卵に関しましては M サイズの卵を2つ使っていきます。それでは続いてトッピングの材料をご紹介します。材料はこちらです。マヨネーズ、お好みソース、かつお節、青のり、こちらの材料でトッピングしていきます。このトッピングはお好みのものを使って作ってください。それでは続いてアレンジバージョンの材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、豚肉、キャベツ、納豆、キムチ、チーズ、塩コショウ、こちらの材料を使って作っていきます。こちらはですね、先ほどのシンプルなプレーンタイプに納豆、キムチ、チーズを入れて作っていきたいと思います。辛いのが苦手だったり、お子様が召し上がる場合はキムチは抜いて作っていただいて OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめにキャベツですね、こちらはプレーンタイプとあとはアレンジバージョン両方一緒にね、切っちゃいたいと思います。まずこちら芯を切り落としてください。そして芯を切り落としたらあとは千切りにしていきます。今回は包丁を使いますが、スライサーを使っていただいても OK です。では切っていきます。手を怪我しないようにだけ注意してください。はい、このように千切りにします。こちらの量は2つ分なので大体で大丈夫なので半分に分けておきましょう。そうしましたら続いて豚肉を切ります。こちらもね、プレーンタイプとアレンジタイプ両方一緒にね、切っちゃいます。こちらを半分に切ります。そして塩コショウでね、下味をつけておいてください。軽くで OK です。豚肉の準備はこれで OK です。そしたらですね、卵を割り入れます。そして溶きほぐしましょう。このように溶きほぐしてください。アレンジタイプの方の卵も溶きほぐしておきます。こちらも同じように溶きほぐします。ちなみにこの今混ぜてるね、この棒は卵混ぜ棒という、で、Amazon とかでね、まあ、300、400円ぐらいで買えるものになります。これすごくね、便利なので卵を溶きほぐすときにおすすめです。卵液の準備はこれで OK です。そしたら耐熱性のお皿を用意してください。こちら直径23センチのお皿になります。そしたらですね、ここにラップを敷きます。大きめのね、ラップを敷いてください。そしてしっかり底の部分にピタッと貼り付けます。口の部分にもしっかりね、貼り付けてください。こんな感じです。そしたらここに卵液をまず流し入れます。全体に一度広げましょう。広げたらここにキャベツを乗せます。そして豚肉をね、乗せていきます。はい、このように乗せてください。そしたらね、上からふんわりラップをかぶせます。ちょっと浮かせるようにね、ふんわりかぶせてください。ちょっとね、空気の出入り口を作っておきましょう。そうしましたらこちらを電子レンジ600ワットで4分から5分ほどですね、全体に火が通るまで加熱していきます。はい、今ね、4分30秒ほど加熱しました。やけどしないようにね、ラップを外してください。これでお肉と卵にね、きちんと火が通ってれば OK です。今回私はね、4分30秒でしたが、皆さんはね、様子を見ながら調整してください。そしたらこのね、下のラップも外していただいて、この時もね、やけどしないように注意してください。そしてパパッと2つに折りたたみます。
熱々なのでペーパーでちょっと形を整えます。こんな感じでね、すごく美味しそうに仕上がってます。そしたら最後トッピングしていきます。こちらソースをね、まずかけましょう。まあお好みでね、やっていただいて OK です。続いてマヨネーズですね。マヨネーズはキャップを取っていただいて、そしてここにラップをピタッと貼り付けます。そしてこちらを輪ゴムで留めて、あとはね、ここに数箇所用紙で穴を開けます。そうするとね、マヨネーズを細く出すことができます。そしたらここにマヨネーズを出していきます。まあ、細く出したい方はね、こんな感じでやってみてください。はい、こんな感じです。そして続いてここに鰹節です。そしてあとは青のりを散らします。これで完成です。トッピングはね、お好みでやってみてください。そしたらアレンジバージョンの方を作っていきます。まず納豆ですね、こちら付属のタレを入れてください。そしてかき混ぜます。からしはね、お好みで OK です。このように混ぜてください。そしたらこちらも耐熱用のお皿にラップを敷いてください。そしてここに卵液を流し入れます。流し入れたら、まずキャベツを同じようにね、ふわっと乗せていきます。そうしましたら、こちらはここに続いて納豆ですね、そしてキムチを乗せます。そしてチーズを乗せてください。そして最後に豚肉ですね。はい、そしたらこちらもふんわりラップをかけて、そして同じように電子レンジ600ワットで4分から5分ほど加熱していきます。はい、こちらも加熱しました。やけどしないようにラップを外します。こんな感じです。そしたら下のラップも外して、そしてパタッと2つに折りたたみます。よいしょ。この時もね、すごく熱いのでやけどには注意してください。そしてまた形を整えて、そしてお皿に移します。お皿に移す時はラップを片方剥がして、そしてお皿をかぶせて裏返します。この時もね、お皿が熱いのでやけどには注意してください。そして外しましょう。こんな感じでこちらも美味しそうに仕上がりました。こっちはね、中にチーズとかキムチとか納豆とか味がついてるものが結構入ってますので、このままね、美味しく召し上がっていただくといいかなと思います。お好みでソースやね、マヨネーズをもちろんかけていただいても OK です。はい、これでとん平焼きの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにとても美味しそうな仕上がりになってます。そしてこちらが納豆キムチチーズバージョンです。こちらはね、結構しっかり味がついてるので、このまま美味しく召し上がってください。では半分に切ってみたいと思います。はい、断面はこのような仕上がりです。キャベツがたっぷり入って美味しそうに仕上がってます。ではこちらもね、切ってみたいと思います。はい、こちらの中身はこんな感じです。こちらも具材がたっぷり入って美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではまずプレーンタイプの方からいただきたいと思います。いただきます。ボリューム満点です。すごく美味しいです。キャベツもお肉もたっぷり入ってますね。では続いて納豆キムチチーズバージョンもいただきます。こちらもね、食べ応えがあってすごく美味しいです。特に納豆との相性が抜群です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のとん平焼きのポイントです。まず豚肉に関しましては、今回は豚バラのスライス肉を使ってます。こちらはお好みの部位のものを使っていただいて OK です。そしてキャベツに関しましては、今回包丁で千切りしてますが、もちろんスライサーでね、千切りしていただいたり、あとは市販のもうね、千切りになっているキャベツを使っていただいても OK です。包丁やスライサーを使うときは、手を怪我しないようにだけ十分に注意してスライスするようにしてください。そして生地を作る時のポイントです。今回は直径23センチの耐熱性のお皿を使ってます。お皿を
必ず耐熱性のものを使うようにしてください。そして大きさはだいたい23センチぐらいがおすすめです。そしてお皿を用意したら、まずラップをお皿全体にピタッと貼り付けてください。そしてそこに溶きほぐしておいた卵液を流し入れて、あとはキャベツと豚肉を置いて、そして上にふわっとラップをかけてレンチンするだけなのですごく簡単です。今回は4分ちょっとぐらい加熱したんですが、こちらはですね、電子レンジの種類やあとは作る環境によってね、適正な加熱時間が変わると思いますので、全体に火が通るまで加熱してみてください。そして全部に火が通ったら取り出して、火傷しないようにラップを剥がして、そしてまた火傷をしないようにパタッと2つに折りたたんでください。ちょっとラップとかね、具材とかも熱いので、本当に火傷だけには十分に注意して折りたたむようにしてください。そしてあとはお好みでソース、マヨネーズ、かつお節、青のり、こちらをトッピングして召し上がってください。そして今回はアレンジバージョンですね、納豆キムチチーズバージョンもご紹介しました。こちらもですね、すごく美味しいので、ぜひ作ってみてください。こちらに関しましては、もうしっかりね、味がついてますので、そのまま美味しく召し上がっていただくといいかなと思います。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はとん平焼きを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Insta、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいねフォローシェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。